バヒーン、バヒーン、ヒヒーン、アート系トーク番組、バヒーン、バヒーン、バヒーン、え、バヒーン、ちょっと引いてください。カメラ引いてください。いやいや、わからんので全体落としてください。バヒーン、バヒーン、バヒーン、皆さん、あー、部屋は映さないで。今年は馬年です。アート系トーク番組、今年も駆け抜けるぜ！よろしくお願いします。あれ、さっきの絡みはもう全然ないんですか？餌あげるとかなんか堂々とかの絡みが欲しいんですけど無視無視状態で、はい、じゃあ始めていきたいと思います。私、あ、これを脱がないと、もう流れてるよ、もう餌やってる。もう申し遅れました。私、アート系トーク番組、アートスピーカーの辻大地と言います。皆さん、春です。バヒーン。だからそんなのか。あと今年増えるからね。これあれなんですよ。気ぃつけてくださいね。本当もうね。お昼もでもお昼でも怪しいからね。うん、お絵かき教室で紙袋使った工作で今年馬年だったんでね。ちょっとやったやつをちょっとかぶってちょっと遊んでみました。なんか今日は先生時代の芸術。いきなりかい。っていう。わからん。あ、本当、生成時代の芸、ちょっとね、音がノイズが入ってるっていう感じなんで、これでどう？ですです、大丈夫？はい。生成時代の芸術っていうことで、ああ、はい。生成時代の芸術ということで、ちょっと内容がね、難しいから、うん、ちょっと最初、ふざけてみようかなって思いました。全然感分かれへん。結局難しいんや。それは変わらず難しいです。馬並みに優しくなるわけじゃない。馬並みに優しくなるかもしれないですよ。馬並みに優しい。この3人が集まればもうね、すごいバカ。あのバカね。まあ、もうずっと喋ってるんですけど。馬しか。馬しか。こっちこっち。馬しか。アタスカさん違いますから。騎手、騎手。騎手、騎手。無知。無知、無知。いやいやいや。まあ、もう出てるんですけど、スペシャルゲストに工事家でインディベント観客のアタシカさんです。ありがとうございます。今日もスペシャルゲストで、いいえ、で一番奥は、レギュラーゲストの杉村淳さん、美術家です。よろしくお願いします。まあね、もうこんな感じで、まあ、ちょっとふざけながら、うん、やらんと、もうあまりもこれ、ふざけるの？いやいや、もうこの論文も難しすぎて難しいよね。もう何回も読んだけど、やっぱりなかなか頭に、ボリス・グロイスってね、ここに書いてあるんですけど、今美術批評家の中ではすごい有名な方で、ガンガンに来てるよね。ガンガン来てますよね。でまあ読んどかなあかんと、まあちらほらあっちゃこっちゃで聞いてるし、まあ、この表彰後にもその生成時代の芸術っていう論文を出されて、まあ、それもすごい話題になった論文なので、まあ読んどけやみたいなね。2年ぐらい前に読んだ時にね、半分ぐらいわからなかったんですよね。で、まあ、2年経って読んだら、なんとか、まあなんとなくやけど、まあ、番組として扱えるぐらいにはなったかなと。それでもわかんないですけど、通じも成長したね。まあ、まあ、馬並みにね、馬並みに、ま、無理やんかそれ。馬やったらわからないですけどね。まあね、まあ、分からないところは僕たちの論理的たってであるアタシカさん、今日来ていただいたね、後ろ盾がいてたら、うん、もう適当なね、毎回ってほんまにみたいなね、ところもちゃんとフォローしてもらえるかな。で、ボリス・グロイス自体はソ連で生まれ育ったんですかね、うん、なんかネット見ててもちょっとこう、まあ、そうだっていうのがあんまパッと出てこないんで、まあ、ドイツでアートを、まあ、今や発言してるというかね、学校で学ばれてるっていうのもいるんですけど、もともとはソ連で、まあ、ソ連というかロシアで、うん、まあ、どっちからかといったらこう弁や、まあ、弁というか左翼というか共産系というかちょっと分かんないですけど、まあ、ややそっち寄り の、 感じの人なんですよね、うん、で、まあそうだな、でもボリス・グロイス行く前にちょっとね、あんまりいきなり行ったらみんなおえってなるかもしれないんで、グロイスの怒られるわ。いやいやいや、ちょっと最近 の、 話で、今日、サポートスタッフに平川綾乃さんついていただいてるんですが、ちょっと声を出していただいていいですか。あやりん、あやりん、あやりん、こんにちは、こんにちは。美読会でもね、このボリス・グロイスを読みまして、はい、ね、どうでした、この。そうですね、どうでした、どうだったかな。
忘れたみたいな。あんなに勉強してんのに。春だから。春だから。鳥だけかよ。鳥だけ。お前鳥はいるの。マイクもうちょっと近づけてもらって。しかもいますよ。奈良にな。奈良にしかいる。奈良にしかいるから。まあ今日話しながらまたちょっとコメントいただけたらと思います。うるさいおっさんの音声ちょっと聞き取るの大変だと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、で今日ちょっとゆるきやすひとさんサポートスタッフのが今日は来れなくて、なんでかって言いますと、このダーンと今個展をしてまして、あのこの前やった神戸元町にあるギャラリー301で、まああの3月18なんであさって火曜日までなんですけど、ゆるきやすひと展リフレクショナルストロークスということで、ギャラリー301って検索で出てきますので、もしねあの近所に寄られることあったら、ポンピドセンター展兵庫県立美術館でやってるついでに行ってもらえたらと思うんですけど、今ついでか、あのゆるきさんがついてです。ポンピドが本番です。これどういう意味なの。あ、ストロークリフレクショナルストロークなんで、反射する、まあ、ストローク、まあ、この、ゆるきさんはあの、ね、クレヨンで反復するストロークでこうハッチングの向きを変えて反射で、あの絵を変えるっていうような、同じ素材でってことね。そうですね、同じ素材で一本の色のクレヨンで変えていくっていうような描き方なんで、まあ、この、タイトルですね、リフレクショナルストロークギャラリー301でやってます。でこれザンと確かさ、先週でしたっけ、先週あのポンピドセンターのついでで、というかまあ、はい、ちょっとバーネット・ニューマンごっこみたいな感じでね、これあの誰がバーネット・ニューマン、いや誰でしょう、これが確かさんで、これがゆるきやすひとですね、作家のね、これ私なんですけど、まあ、3人で1小1時間ぐらい、あのゆるきさんの作品、あの去年の個展7月やってからまだ1年も経ってないんですけどね、まあ、再びこういう形で、まあ、きちんとこうまとまった形であの出してきたんで、まあ、楽しく1時間ぐらい絵画について、本当アートスターファン番外編、番外編みたいでしたね、収録入ってないので、あ、そうそう、その時もそうよね、確かさんが、そうです、まあ、偶然なんですけどね、2人たまたま偶然出くわして、ね、はい、まあ、こんな感じですね。今回だいぶねその作品が、ストロークがね、あのストロークっていうかその画面構成っていうのがある種なんていうかな、反射と、まあ、XYZ 軸の空間 3D みたいな3次元の空間をちょっと思わせるようなものに絞られてて、前のはちょっとあの日本的な着物の様式っていうかな、日本の和風の様式みたいなストロークも入ってたんだけど、今回は空間と、まあ、こういう大きな一つの色面みたいな絵画として対峙するみたいなんで、かなりこう絞り込んでて、あのだいぶ見やすくなってたし、うん、なんか思い切ってこういう方向に振ったっていうのが、そうですね、好感も出ましたね。こうまあ、本気でこう絵画と対峙するみたいな感じが見て取れたんで、良かったなと思うんですけど、あでもこれでもともと陶芸専攻だったっていうのがすごいですよね、びっくりですよね、これで陶芸専攻ですからね、でまあこういう感じですね、人が入ると、誰か分かんないですよ、ゆるきさんが送ってきたんですよ、あれちゃいますいや分かんないですか、まあ、さにこれこそニューマンじゃないですか ね、 そうですね、いらんこと言ったら怒られそうなんで誰か分かんないですけど、ゆるきさんがこれ出してくださいって送ってきたんで、でまあ一つの作品とこんな感じですね、ここにちょうどこうなんていうかな、L 字型を反対にしたような感じで空間があって、でここにも線があるんで、ここでちょうどねさ、あのパースっていうか遠近法みたいなのが少し入ってて、でそれがまあ反射がちょうどこっちが、入れ違いに反射が来るので、身体見た時に少し右に一歩ずれると見え方が変わってくるっていうね、やっぱ身体性もかなりきちんと感じれるし、まあ、それにちゃんと絵画としてそういう風に見れるようなセッティング、こう、ギャラリーの使い方ですよね、きちんとできてたのもすごい良かったなと、まあ、上から目線で申し訳ないんですけど思いましたね。でまあ近くに寄った時は見てあげてくださいと。そして次はこれですね、モビリズインモビリでいいんですか、モビリズインモビリですね、はい、これは、北加賀クロッシングって言って去年の何月でした、10月ですねに行われた展示で、ロバートさん、
通称ロバトさん、長谷川新田さんですかね、が、キュレーションした、展覧会でグループ展になってまして、私かさんここにあの文章を寄せてるんですよね。そうです。ちょっとあの画像荒いですけど、梅沢和樹さんとか河村元則さんとか高橋大輔さん、川西亮さん、武田雄介さん、二層木博之さん、百藤武史さん、はい、三輪彩子さん、はい、百瀬彩さん、はい、で吉田慎之介さん、さんのグループ展ですね。足立さんはどの方の、武田雄介さんについてと三輪彩子さんについて。あ、そうです。武田さんはこの作品ですよね。そう、この表紙の作品の人です。インスタレーションでどんなことを書かれたんですか。あの武田さん の、 そのインスタレーションっていうのが、まあ、はい、あのなんかその80年代の、はい、に入ったインスタレーションと、まああのはい、どこが同じでどこが違っているかっていうことについて、はい、まあ、ちょっと歴史的なパースペクティブを交えつつ書きました。はい、もう一人の方は三輪さんについては、あのあれです、まあ、あの見た目がすごいこうすごい削り、あの余計な要素を省いてるような作家さんですので、はいはい、まああのそれでやっぱりモノ派を彷彿とさせるところがあったので、まあ、そのあこれですね、これです。出ますかね。あ、で、まあまあどうですか、ね。出さない方がいいですね。ですこれこういう作品ですので、うんはい、まあそのモノ派とのまあやっぱりどうが同じでどうが違うかっていうことについて、うんうんうん、あの書きました。これね、あの杉村さん、僕らも行って、うんうんはい、トークショーを聞いたりして、ねはい、関西ですごい話題になってた展覧、去年ね、はい、展覧会でも、その後東京の方にも、うん巡回するっていう形で、ね、今こういう形であのカタログできた、できたとほやほやじゃないですか、これ。え、そうです ね、 ね、大体ね、純駆動、大阪本店純駆動とか梅田純駆動とか大きな純駆動さんには置いてるみたいな。そうですね、今日行ったら置いてあったのでちょっとびっくりしました。あ、そうなんですね。あのすごい結構しっかりした大きいし見応えのある図録で2500円です。2500円プラス税金ですので、まあ、あの消費税が 8% になる前に買っていただいたらね、いいですよね。結構ツイッターの中で結構その発言、アートについて発言してる人らも文章を書かれてる人が多いんですか。そうですね、うん、誰かとはあとはちょっと申しませんけど、これセガニスモさんですね。ああ、なるほどなるほど。まずそのね、あの普段というかそのツイッターではよくお見かけする方のまとまった文章で、バイリンガルで英文と、すごいですねこれ、全部英語で訳したんですね。日本語と英語で、だからこれね、あの編集スタッフ の、はい、まあ、桜井さんですけど、桜井さん、アートクリティックの桜井さん、はい、スタッフからこう英文が喉があって、あのまた表現とかについて何かありましたとかっていうので、はいはい、あのこう仕事の休み時間の間にこう延々と iPhone でこう英文で格闘してという感じでやってました。そんなすごい、あのまあ、若いって言っていいんですかね、若い方が頑張って作ったあのカタログになっているので、ぜひ手に取ってあの見て購入していただけたらと思います。お願いします。で、次続きまして、あ、これですね、あたしかさん、なんかあたしかさん祭りになってきましたね、馬から一転して最近だから私たちはすごい精力的に頑張られてるんですよ ね、 露出度がちょっと高くなってきましたね。このマッピング引き込み線、このまま突き抜けてもらいたいね。ねえ2013年、これは東京で行われた、そうですね、去年あの所沢で行われた引き込み線っていう、まあ、グループ展について、なんかその、まあ、埼玉県在住の美術関係者の人たちがこういう冊子を作って、はい、まあ、論じようっていうので、はい、でなぜか僕のところにも、ね、どういう関係かなって言ったわけのね。それちょっとあんまり詳しく言うといろいろとあれなんですけれども、まあ、とにかくなんかその埼玉県に住んでる人の絡みで、まあ知り合いだったり、ね、話が回ってきて、うん、マッピングっていうんですよね。そうです、マッピングっていう小冊子というか、あ、はい、小冊子ですね。で、これ創刊後、まあ、中プレーでで出てまして、ね、はい、でこれが創刊、はい、で、まあ、定期的なんですか。まあ、今後なんか定期的に出すみたいなことは言ってましたけれども、うんうんうん、大体こういう感じの薄さ で、 そうです、ね、ちょっと、まあ、批評というかね、う感じで、まあ、僕もこれちょっと今日読んでて、はい、あ、そうなんですね、うん、電車の中で読んで、どんなこと書いてたんですか。ね、結構なんとなくこう印象批評はあんまり、はい、あんまり言いたかない言いそうやったけどまあじゃなくて、結構こう、はい、ちゃん言う時言うところはなんか言ってるよというか、はいはい、まあ、まあ批評としての役割を
自覚してる、まあ、自覚って上から見せやね、いくらでも、はい、あの書かれてるのですごい僕は、はい、あのいいなと思って、はい、あまりないその、うん、感じだったんで、まあ、まだやっぱりね出来たてということもあるので、うん、まだそのどういう風な感じで、でやっぱりちょっと短いので物足りんかなという感じもしたので、はい、もうちょっとその、まあ、短いなりのまたねやり方っていうのはあるかもしれない、はい、そこら辺はまた今後こう変えていくというか、はい、うん、あのうまくしていくのかなというふうに、まあ、印象がつきました。ちょうどねこの表彰後のハル・フォスターの民族史家としてみたいな引用されてましたね。そうですね、私かさんやった、私かさんが言われてましたね。まあそんなんもあります。まあ私かさんなんか今日今年、私か祭りやな、去年は私か祭りになってきた。今年も行きますよ、今年もぜひぜひ。どこに？いやいやいや世界や、うるせえ世界に決まってるやろあやり。でまあもう一つこれね、あのこれは私かさんが書かれたわけじゃないんですけど、最近出た本でちょっと面白かったので紹介ですね。組み立て展開という本で、私かさんの方がちょっと紹介してもらっていいですか。これは、はい、永瀬恭一さんっていう美術家の方、はいはい、ツイッターではよく見かけ、ね、うん、よく見てますけど、ね、うん、方が、まあ、あの以前から組み立てというテーマで展覧会とこう小冊子、あの小冊子を同時に出すっていうプロジェクトっていうんですかね、はい、そういうのもあの何年か前からなんか断続的になさってまして、はい、でそれの、まあ、第3弾ですねこれは。でだからあの展覧会って展覧会と、まあ、セットですので、はい、まあ、展覧会と一緒に見れたらいいんですけれども、はい、まあ、東京の方 で、ね、確か今日までが会期だったか、そんなんでしたので、あ、まだやってたんね、ちょっとあの、まあまあ別に、はい、あのちょっとね、あのつなぎであの編集でじゃあボリス・グロイスいよいよ、はい、行くぞと。ボリス・グロイスこんなおっちゃんです、うん、まあ、レンレット初めて見ました初めて見た僕ね結構ねそんなこんな感じな、難しい本読むときって必ずその人の顔探し出すんですよ。あ、どんな感じの人とか、うん、いるだけでだいぶね情報が、ね、入りやすくなる。違うね、うん、この前のクラビショップも結構びっくりしましたけどね。あ、画像で撮る、ね、うん、結構いいおばちゃんで ね、うん、ああね、前ね、うんうん、なんか洗濯物とかしてたら似合いそうな。またそれ問題発言いやいやこれじゃ問題、今の問題発言やね。いやいや、またまた人工知能的な。僕は違う、僕はそんな思ってない僕もです。この人だけ、ね、もうバカが、馬が言いました、バヒーンが言いました、まあ、こういうおっちゃんですと。これなんかシンポジウムの時かな。で、まあ、有名な本で、翻訳日本でされてる本で、この全体芸術様式スターリン、ボリス・グロイス著、亀山さんが翻訳されてあるんです。20世紀のロシア文化史を問い直す論争の書、ね、まあ、ロシアは何だろうこれ、うん、ロシアとか、まあ、全体主義とか共産主義、ロシアアバンギャルドとか、うん、社会主義とかはやっぱ、うん、あのグロイスさんは詳しいんですよね。こっちの側面の仕事には割とこう以前から、はい、まあ、あのなんかボリス・グロイスっていうすごいのがおるらしいっていうので聞いたんで、こういうなんかそのよりなんていうんでしょう、こう地域性じゃなくて、はいはい、現代美術一般に対してこういう論争的な文章を書く人やっていうのはもう後から知って、はい、最初ね、逆にはこっちの共産主義とか社会主義とかについて書かれている人、ね、うん、政治的な内容の展開ですよね、うん、その美術との関わりっていうのをずっとこう論じてね、うん、この本の中で、うん、アバンギャルドっていうのは、うんうん、そのいわゆるロシア、まあ、社会主義リアリズムとかさ、うんうん、そういう流れがあって、アバンギャルドはそれ敵対しているように実は見えながら、うんうん、実は根本では同じなんですよ、うんうん、その社会主義とのなんていうの、その思想的な背景というのは共有しているというような、うんうん、確かそうですね、かけたよね、それはなんかロシアアバンギャルドという前衛が進めていくと、うん、まあ、全員がアーティストという考え方になるから、それは社会主義というか、ね、うん、誰もそのアーティストという個別性みたいな必要とせえへんから、ロシアアバンギャルドを進めていくと、うん、まあ、そのソ連のああいう、まあ
全体主義みたいな体制になっていくっていう 逆転の見方ですよね、まあまあ、当時はなんか結構論争的な本として向かれましたよね。要するにそのアバンギャルド美術がスターリニズムにつながっていたっていうことを言ってる本ですから、うん、一般的に逆ですよね。それ反逆して、もっと自由を求めるっていうふうに考えがちだけれども、うんうん、実は通底してるというか、ね、うんうん、なんかまあそれはドイツとか、まあ、日本もですけど、その近代の自由っていうのを追求していくとファシズムみたいなことが生まれるって反転現象と、うんうん、まあ、同じ、まあ、論理展開ですよね、進み方として、まあ、そういうのを書かれたと。でまあ、僕らが今取り上げるのはこの表彰後っていう、ネゴシエーションとしてのあと05ですよね。もうこれ絶版になってしまってるので、普通にはなかなか買えないのでね、まあ、僕たちでまあちょっと喋って貴重なこうあの論文なので、当時買ってた我々勝ち組っていう、そうですね、あの定価で買ってる、ね、今度だからね、アマゾンですごい次新しい、次08宣伝あれやけど、あの4月上旬に08が出る、08出ますよ、08出ます、それも買っとくらね、ポスト絶対また絶対またこれまた品切れが絶版になって値段高くなります、ね、何万円しちゃいますからね、まあ、その辺も絶対買って、まあやけど、まあ僕らもまた取り上げるから、ま、ね、ね、またできたら、まあ特に、まあ、2年後やね、だ2年後2年から消化しきるまででまあ絶版になってるからちょっと喋りやすいっていうのもありますよね、 ある程度、いやまあまあね、うん、でまあその年末に出たこのコンテンポラリーアートセオリーっていうのがこの後半取り上げるんですけど、その中のこの4番、生成時と他者の倫理アート証言ドキュメンテーション、石田恵子さんっていうのがまあ書かれた論文があるんですけど、まあこれに多分この表彰後の、ボリス・グロイスの、今日の、生成時時代の芸術という論文が、うん、まあ、あのすごく絡んでくるんですよね。だからこの両方セットで読んでいけたらなっていうので、うん、まあ、前半にこれを取り上げるっていうことです、うん、広く理解できるって感じですね、はい、でまあ、生成時時代の芸術は、2002年、書かれました。役は松本三本松道代さんでいいのかなですかね、はい、ここですね。でタイトルが芸術作品からアートドキュメンテーションへっていうタイトルになってます、うん、まあ、ここで取り扱ってるのはいわゆるその絵画とか彫刻っていう僕たちが一般的に考える芸術作品から、アートを、まあ、ビデオであるとか、テキストであるとか写真であるとか記録する作品に変わってきた文章とかね、でそれがまあ芸術作品って言われるものからアートドキュメンテーションへ、まあ、あの変わってきたよっていうことが、まあ、時代の流れとしてあって、うん、でボリス・グロイスはそれをじゃあどういうふうな現象として、見ていけばいいのかっていうことでこの論文を書いていくんですよね、うん、でまあすごいね杉村さんこれ僕悩んだんですけど、うん、まず、うん、この、ドキュメンテーションの話をしようか、うん、それとも皆さんももうみんなかなり思ってると思うんですよ、何やねんこの生成時っていうのね、うん、そもそもこの下にある生成時、生きる生じ時でっていうことが説明してないと何のこっちゃかわからんっていうので、うん、まあ、ちょっとどうするか最初に生成時の話をしたいな、うん、ただめっちゃ難しいんで、うん、僕らじゃあ馬の話とかもういいですねいいんかよ、いい、ね、作ったんちゃうぞね。で何まずだから生成時時代とは何ぞやっていうのをやってから、まあ生成時時代の芸術の特徴について話し、中盤で具体的な作品を見ので、最後なぜかベンヤミンの複製技術時代と生成時時代の芸術っていうね、もうねすごいもう眠たくなら死にそうな論文なんですけど、大丈夫ですね、眠たくなるよ、私が寝てたらいや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 大丈夫大丈夫、起きてます、流れで話して、気は高いしな、はい、気持ちいいですよね小春日和で、そうそう、で行きますよ、じゃ あの皆さん頑張って、あの目を開けて、ね、目を、ね、ついでてもらえたら嬉しいですじゃあまあ生成時とは、生成時とは何それ、何じゃこれ、一言で言うて、一言で一言、まあさっとこれこれって言うの生成時とは生成時である、模擬反復いやもうそんな時間ないんですよ、行きますよあのまずね、ウィキペディアで見たら、うん、こういう感じで書かれてる場合が多いんですよ、もともと西洋の近代化の起源として、
政治規範が個人に内在化された状態の政治を先指し示しましたと。でまあミッシェル・フーコーとかが出されるんですけど、このボリス・ブロイスの本読んでたらなんかねそれだけじゃない感じなんですよね。それで読んでいくとわけわからなくなっていくんですよね。でまあもうちょっと調べていくと、実はその近代の読み直しとともにこの性政治っていう言葉の意味もずっと更新され続けてると、だから変化してると。だからアートとは何ぞやとかね、なかなかこう一つのこと、マジックワードってあるじゃないですか、あの一つの言葉では言い表せないのがこの性政治っていうちょっと厄介な言葉なんですよね。でまあ流れだけ言うと、1979年にミッシェル・フーコーが、まあ、性政治の誕生っていうので、まあ、この性政治って言葉をあのフィーチャーしました。まあもともとあったんですけどね、近代の最初からまあその大きく取り上げたと。で1990年にジュル・ドゥルーズが管理社会についてっていう本の中でもう少し書いていきます。で1995年ジョルジャー・ガンベのホモサケルでまた違う解釈にな、違うというかね、更新された解釈になり、まあ一番最近ではアントニオ・ネグリとハートの帝国2000年で、まあ、またその性政治と言葉の意味合いが変わってきたよと。でもう少し丁寧に見ていくと、性政治風向編一番最初ですよね。まあ、性政治とはミッシェル・フーコーが提案した支配の概念だ。これあれなんですよね、あの アーティストのための現代思想の前半の3本目でミッシェル・フーコーのこの性権力とかね、パノムティコンとかいう話はしてるんで、詳しく知りたい人は、まあ、それ見てくれたら分かると思うんですけど、杉村さんその時休んでたんですよ。ああそうなんだ、はい、なんだら知らない、はい。まあ、フーコーが、まあ、支配の概念としてはどういうことかっていうと、現代社会の支配体系の特徴として、まあ、例えば政府等の国民が市民を支配する際に単に法制度を個人に課すだけではなく、市民一人一人が心から服従するようになってきたとして、個人への支配の方法がこれまでの政治から一人一人の政治までに及ぶようになったと説明する。まあ、ちょっと難しいですね、この文章に。もっと簡単に言いたいね。簡単に言うと、うん、まあ言い切ったらまずいと思うんですけど、まあ要するに、いいと思うよ、まあ、僕ら生まれながらにして学校行ったりとか、うん、あの電気代払ったりガス代払ったり、うん、戸籍謄本とかして登録していきますよね、うんうんはいはい、ああいう登録する制度っていうのは実は近代化がすごい整備を進めていったんであって、うんうん、まあ、僕ら生まれながらにしてそういう国家とか近代っていう制度の中に、うん、まあ組み込まれるっていう、うん、まあそれを反発する人もいるかもしれないけど、相当電気もガスも使えない、あの戸籍投票も取らないで生きるっていうのはもうかなりこ、まあ、ありえない感じになってますよね、うん、今はね。でまあそういうことが、まあ、あの生まれたらもうそういう政治に参加する、国家に参加するっていうことが嫌をなく起こってると。でそれがしかも、自分たちが無理やりやらされるんじゃなくて、子供生まれたらもうすぐとあの市民市役所行って生まれましたって行くし、電気ガス代はやっぱ通してほしいからもう積極的に参加していきますよね。だからそういうの積極的にそういう、あの管理される側に積極的に行くっていうのが、まあ、このフーコーの、性政治っていう言葉の意味なんですけど、ちょっとだけいいですか、はい、多分フーコー自身はその性政治という言葉の意味に、まあ、近代批判的な意味合いを込めて多分使ってるよね。で、まあ、さっき、まあ、そのまま辻さんの言ってる、まあ、パノプティコンっていう言い方を、はい、まあ、多分してると思うんですけれども、まあ、一望監視塔ですね、うん、ある意味近代的主体性っていうのは純粋で、もう本当は自分しかいないみたいな風に言われているけれども、実は作られたもんでしかないんだよ、うん、っていう大きなこと、まあ、もっと簡単に言うと、うん、例えば家族、うん、僕らは普通に、まあ、先ね登録するか戸籍もらってみたいなことは、うん、制度の中でそれが組み立てられてる、うん、で学校に行ってあの喋ってはいけないとか、うん、先生の話を聞きなさいとか、うん、振る舞いをずっと教えるやんか、うん、で時間はちゃんと守らなきゃいけないとか、うん、でもそれは別にある意味制度だし、うん、でもそれ当たり前常識として刷り込まれていくわけですよね、うんうんうん、そうやって個人というか主体性っていうのを、うんうん、そうですね、だからそういうのが性政治と結びつく、ね、まあ、美術館もそうですよね、うんうん、あの行ったら物には触ってはいけない、うんうん、静かにしなきゃいけない、で順番通り回らなきゃいけないっていうのはもう全部
ある意味生成時と絡んでくるような話ですよね。だからまあ、あの法律っていうのが外的に制定するだけではなく、法律をまあ倫理として各個人の内的な意識レベル、うんうん、内面化させたってことですね、うんうんうん、だからまあ学校とか本当にそのパノプティコンっていうのは監視、あの、牢屋、うん、牢屋とかで監視の監守さんが真ん中にいて、全体を目線で見張れるようにすれば、まあ、防犯カメラと一緒ですよね、うん、見てなくても見られるって、見られてる、内面化する、何かにあの権力というか神というか何かに見られてると思うと、人は結構その、理性的にというか規範的に、うん、あの動くっていうことがあって、うん、まあ、そういうことに対して、まああのまあ、批判も絡めて、風光は言っていたと。でまあ、それがまあ、ね、生成時って言ったら僕もこれで読んでたんですよ、最初。これがすごい有名なので、ウィキペディアだよね、そういう感じで。でまあ本で言うとこういう、生成時の誕生、ミシェル・フーコーですよね。コレージド・フランスの講義、うん、このやつですね。はい、なんかこれ最近出た本なんで、そのフーコーと生成時っていうその問題系自体が実は結構最近の、あ、だからその最初はその先ほど、ね、うんうん、あのプレゼンしてくださったあの、はい、なんですか、パノプティコンとか、はい、とかに代表されるようなあのあれなんですけども、あれはそのフーコーの中でも特に主権権力についての話であって、意外と生成時とはちょっとずれてるんですね。あ、で、あの生成時、まあ、あの例えば性権力とも言いますけれども、まあ、どっちも一緒っていうか、フランス語ではね、あのビオプーボアって言いますけども、そういうあのところでは、あのそれ監視っていうよりもあの、まあ、把握っていう方が、あ、管理、そうですね、だから全体を把握するっていうよりも、まあ、うんうん、あの全体を全体として把握する、個々人をこう直接的に把握するんじゃなくって、うんうん、あの個々人の集合をこう社会として把握するっていうことが、その、あの、この生成時の誕生ではこう、うん、あの述べられているんですね。その前に例えば、生成時の誕生の前の、なんかこれは先ほども言いましたけど、コレージド・フランスっていう、うん、フランスの教育機関で そのまあ講義、連続講義をこう本にしたものなんですけど、うん、この生成時の誕生の前の年が安全領土人口っていうもの、そのズバリなんですね。安全領土人口、それも多分翻訳が出てると思いますので、また当たっていただけるといいかと思いますが、僕はもう両方とも持ってません、クソ高い本ですの で, そうなんです、まあね、だからあの運動会とかで先生がちょっと高いところに立って全体を統率するときにこう目線の力とか整理していく、まあ、1列目2列目とかね、赤組白組とかね、分節点を入れていくとか、あれがまあ軍隊とかもそうですね、近代化の起源の軍隊なんかにも応用されてて、まあ、そういうふうに、まあ、政権力という感じで、まあ、あの全体を把握していくみたいなのがあったと。で、まあ、これ突っ込んだら何ぼでも言ってしまうんで、次にちょっと言ってしまっちゃっていいですか。ね、まあ、いっぱい見たことはいっぱいあると思うんですけど次言ってしまってからまとめていきましょうか。でその次にジル・ドゥルーズの、まあ、似てるんですけどね、あの生成時はどういうふうに解釈していったかというと、もともとは王様がいて、民衆を、まあ、権力のもとに従わせると、権力の3つの実践形態という形で、それが君主型と言いましたと。でミシェル・フーコーが言ったのは学校とか軍隊とか規律型ですよね、うん、でジュル・ドゥルーズが言ったのはもう一つ、まあ、今の時代に合わせて管理型と、まあ、これは、情報社会が非常に進んでいく中で、まあ、私たちすごい実感してると思うんですけど、管理社会はまあ普段のコミュニケーション、まあ、めちゃめちゃコミュニケーションしまくると、お互いがお互いを管理して動きを規制していくので、まあ、ある流れを作っていくので、まあ、そういう中で新しい管理型の権力っていうか、まあ政治みたいなのが起こってきたというふうに、まあ1990年キゴート事件の中でジル・ドゥルーズが言ってるんですよね。ですね、管理社会についてっていう、はい、あのレグイとの対談が収録されてて、まあ、そこをに対する、まあ、あの返答というか、そういうので書かれた中で、その管理社会についてっていう、まあ、短い文章ですけども、すごいこう、なんですかね、晩年のドゥルーズのエッセンスっていうのがだいぶこう詰まってるいい文章ですね。なるほどね。言っちゃっていいですか、すみません。はい、なんかね、だんどんアートから離れていくんですけど、あと2つなんでちょっと我慢して大丈夫かな。綾乃の感想聞いて。あ、そうですね。綾乃、どうここまで。すごい面白い、小学生か、ありがとう、ありがとう、どんな感想やでは次いきます
もうアガンベンもびっくりやと思うんですけど、ジョルジュ・アガンベン1995年ホモサケル、ホモサケルの中でアガンベンもまた生成児っていうものが出てくるんですけど、アガンベンは生成児は基本的に私たちをむき出しの性、まあ、これはギリシャ人が憎悪と呼んだものに晒し、いやおなくも死と隣り合わせにさせないではおかないと考えたようです。ようですなんだちょっとまとめが、はい、まあもうちょっと喋った方がいいですよね、うん、アガンベはあれですよね、そのなんかナチとか そのホロコーストとかに行って、まあ、すごくこうもう人間としての尊厳を剥奪された人に、うん、の、まあ、生きるっていうことに対して、まあ、考えていくと。でそこでその、ビギリシャ人の何だったかな、オイコスとゾエでしたっけ、ビオスとゾエか、ビオスっていうのはその、まあ、ある程度役職があるとか記号化された個人なんですけど、ゾエのはもうそういう、意味化された人間としてのものを全部剥奪された、本当にこう生のむき出しの、命みたいなのがゾエって言われるんですけど、まあ、それが、まあ、ホロコーストの中なんかでも、まあ、要するに人間としての尊厳の権利を全部剥奪されたので、まあ、そういうものがむき出しに出てくると。でそれを、まあ、ムーゼルマンみたいな言い方で、そういう人たちのことをムーゼルマンっていうような呼び方をしてたみたいな、イスラム教徒っていうことですね。でまあそういうところから、なんでイスラム教徒なんだろうってあるんですけどね。あの収容所内のあのドイツ人将校たちの間で流行ったこう隠語らしいですね。でまあそういう、まあ要するにだからどう言葉がけをしていいかわからないですよね。元気出せよ言っても家族もみんな殺されたりとか、服も一枚も着せてもらえないで裸でその収容所の中でいてるような人に対して、まあ、どういうふうに人は、まあ、倫理的なこう関わりを持てばいいのかみたいなところから考えていく。でそういう中で、まあ、政治みたいなことをあの考えていったのがジョルジュ・アガンベなんですけど、うん、まあ、これは一つ問題がありまして、必ずこの性政治っていうのを、まあ、フーコーもそういう問題をはらんでたんですけど、その非常に極限化された生きるっていうことで突き詰めていくと、やっぱ最終的には死っていう概念が出てきてしまうんですね、うん。で死っていう概念が出てくることで、まあ、要するにまあナチズムというかファシズムというか、そのハイデッカーもそうだったと思うんですけど、極端に考えていくと最終的にやっぱ死を考え、死への同型というか死へ向かいみたいな話になっていって、まあ、これは危険だというふうになってて、まあ、アガンベは批判されたりもしてるんですけど、うん、ごめん、もう実はさ、はい、そのアガンベがのこの生成児という言葉のもとで何を言わんとしているのかっていうのがいまいち実は分からなくてそうなんですよね。でこのそのむき出しの性って言った時に、はい、フーコーと比べたら、はい、なんか逆のことを言ってるんじゃないのって、ほぼ逆張りになりつつあります。フーコーはまあとりあえず批判的に主体性っていうのを否定してきたようなところがあるけれども、この、まあ、アガンベンは生成児という言葉の中でむき出しの性というか性そのものというか、本来あり得るべき性というか、なんかそういうことを言い出してるので、なんかちょっと真逆と、まあ、そこまで真逆ではないかもしれないけれども、ちょっとその印象を受けたね。でだから、うん、これは僕の勝手の理解ね、理解なんだけれども、その例えばそのアウシュビッツでユダヤ人っていうのはホロコーストにあったと。 でもその人たちはいわばそのドイツ社会の中においては、まあ、ある意味剥奪されてるわけね、市民権を、うん、剥奪されてるということは、風向的に考えれば剥奪されてるということはもう人間ではないというか、うん、結局は、うん、だ人間ではないので、生死は、まあ、それは豚とか、まあ、家畜と一緒で、別に殺そうが殺す前が人間ではないので、うん、あまりその倫理的な問題は発生しないというふうに僕は考えるね、うん。でそういった場合にアガンベンは、いや、あの本来、まあ、他者性とか、まあ、多分倫理もつながってくると思うんですけど、ね、うんうんうん、レヴィナスか、レヴィナスの他者、うんうん、絶対的他者みたいな、うん、そういうものはあるんじゃないのかっていうことを言い出したのかなというふうな印象だから、人は人としての本質的な
部分というのは、まあ、それがむき出しの性ということで、まあ、この辺は後半のね、性政治と他者の倫理の中でもアガンベンって出てくるので、うんうん、石田恵子さんの論文の中でもね、まあ、だからちょっとそこは分からないですね。そうですね。ちょっと細かく、どうなのかなっていう。私から何かあるんですか。うん、そうそう、そう、私から聞いてみたいなと思ってたところなんですけどね。まあ、ガンベンってもともと例えばあのイタリア中世史とか中世のあの、はい、あの何でしょう、まあイコノロジーですかね、とかの本、はい、方で、まあ、有名な人ですから、まあ、その美術的な考察の方と、うん、まあ、重ねて見てみないことにはちょっと、うん、あの何とも言い、ね、言いにくいところがあるんですね。その確かにそのまあ、むき出しの性ということを言ってますけれども、うん、あのそのまあ、フーコーが批判したという主体性とかっていうのと同じかっていうとまたちょっと違いますし、うん、まあ、そこら辺はあの本当に細かく見ていかないといけないんですけれども、それこそ、まあ、あの非常に難しい問題ですよね。だからそのあのアート系で言うべきかどうかっていうと、あ、ちょっと手に負えないかもしれないです ね、 ですね。ただまあそのボリス・ブロイスの話を性政治っていうのは出てくるし、アガンベンの話もちょろっと出してきてる、ね、出さざれええまあそうなんですけど、ね、絶対出てくるからねあの僕らがちょっと把握しておかなあかんのは、そのフーコーが言った、まあ、性政治っていうのが一応基本にあって、うん、まあ、規律型社会とか、うん、パノモティコンみたいな、うん、で、うん、それをまあ突き詰めていくと、まあ、管理した社会とか、まあ、ジルドゥルズムですよね。で、うん、それを突き詰めていった一方にジョルジャ・アガンベの、むき出しの性みたいなのがあって、それはどっちかというと悲劇的な意味合いとか否定的な意味合い、性政治とは本質的に否定的で悲劇的でさえあり、それは必然的にナチズムの強制収容所へと行かざるを得ないものであったみたいな捉え方を、まあ、アガンベの方はやっていくと。で、その最後に出てくるアンティオ・ネグリとマイケル・ハートは、どちらかといったら性政治を楽観的に肯定的なものとして読み替えていくっていうのがこの2000年以降起こってるんですよね。だからまあこのアガンベで終わるとちょっと本当ドツボにはまっていくんだけど、ネグリとハートにつなげると少しまあアート的にもあの希望が見えるというか、まあ、取っかかりがあるっていうか、ね、やりようがある。ムーゼの前に行くとやっぱきついと思うんで、それから反転させる感じですね。そうですそうです、ハート、ネグリっていう、はい、まあ、そのグロイスも確かこの論文の後半でそういう展開をしてますよね、はい、そうです反転させる火から性みたいなね、はい、なんかボリス・グロイスのここでやってる性政治も、まあ、芸術作品というものが死んだものでアートドキュメーションが生きたものみたいな読み替えを解釈をしていくんですよね。で、まあ、それがもう言っちゃうと、まあ、実はでもそれも美術館という死んだものを逆照射させることで新しいものを発見させる、要するに性みたいな生きたものを発見させるみたいなことで、あの、まあ、うまい論理展開というかねをやっていくんですよ。それがだからこの、すごい難解で難しいんですけど、フーコー、ジル・ドゥルーズ、アガンベンで、ネグリ・ハートまで来た中を、まあ、ボリス・グロイスは抑えながら、まあ、アート批評理論を展開してるんだなというのが分かると思うんですよね、うん、まあ、特にあのグロイスの場合はこの、まあ、ネグリ・ハートを使いつつ、まあ、ネグリ・ハート の、 あの政治に対する考え方っていうのは基本的に先ほど の、 あのドゥルーズの管理社会についてとかで書かれたような、うんうん、あれにまあ近いものがありますよ ね、 すね、うん、まあ、それを、まあ、その2つをつないでっていうところがちょっとこうあのグロイスの論文の肝なのかなという、うんうんうん、感じはしますね。そうですよね。だから、まあ、ネグリとハートまで含めた性政治っていう言葉の使い方をボリス・グロイスはしてますよって思って読むとだいぶ読みやすくなるかなと、今回の論文は。で、じゃあネグリとハート何を言ってたのかっていうと、まあ、2000年に出された帝国エンパイア、有名ですよね。有名ですね。あの、まあ、これ帝国っていうのは帝国主義とはまた別なんですね。昔帝国主義っていう本があったと思うんですけど、それとは違う、2000年以降この情報化とか高度消費社会とか、まあ、グローバル化みたいなのが進んだ中で、まあ、帝国という新しい概念が生まれてきたっていうふうな言い方をするんですよね、ネグリさん。見えない敵でしょ。そうですね。で、まあ、帝国とはじゃあ何度か何ぞやっていうと、まず領土という概念がなく固定した境界や障壁もない。帝国はまた脱中心的という特徴がある。それは、王様のような中心権力がなく、
それは SNS のクラスター的な緩いネットワークのようなものである。この文章ひどいな。何を言うとるんや。ちょっともうちょっと頑張って説明する。まあ、はい、まあ、ちょっと僕は簡単な理解なんで、はい、な正しいかどうかわからないけれども、ある一定の期間、昔であれば、はい、マルクス主義、多分マルクス主義の考え引き継いでるとは、そうですね、当然あると思うんだけれども、もあの過去の、まあ、過去のマルクス主義、まあ、60、70年ぐらいまでっていうのは、ある意味敵が分かった。国家であるとかさ、はい、まあ、資本家であるとかさ、もう明らかだったわけ。で、はい、労働者も労働者、生まれたらもう労働者で終わるしかない。はい、でも資本家っていうのは大体、まあ、息子やないよね、相続することでずっと資本家を続く、はい、まあ、国家も政治家も一緒で、はい、その立場っていうのはほとんど変わらなかったけれども、今現在でグローバル化することによって、うん、その立場が流動化するっていうのかな、うんうん、でしかも労働者といったとしても一定ではない、うん、非正規雇用もいるし、うんうん、で正規雇用だ、うん、一般的に労働者っていうのは正規雇用のことを指す、はい、非正規は労働者ではない、はい、未満であるから、うん、そこはじゃあどう救うのっていうのを、やっぱりそこの労働力っていうのはものすごい膨大に増えてきたっていう部分で、うんうんうん、移民の問題も含まれますよね、うん、だからそれはもう自国の国民ではない人たちっていうのはどう、うんうん、国としてはもうくくれない、うんうん、だそういう、まあ、流動化した労働、まあ前、うん、ね、リキッドモダン、リキッドモダン、そうそうそう、液状化した社会金額の話で、まあちょっとね、うん、そういう状態、まあ再帰性が、うん、高まるって言い方もしますけれども、うん、そういった、まあ、国も、うん、結局概念としてはもう曖昧、うん、一国でやれるような状況じゃないか、うん、G7 といってみんなで集まって、うん、もうそれで話し合って、うん、経済を決めていかないぐらい、うん、一国でやっていけないような状態が今、うん、っていうことなので、うん、それなりの戦略が必要になってくる、うん、だからその戦略がネグリハートの、うん、まあ、帝国というこの論文の中で展開されて、もなかなか実は難しいところでね、うん、じゃあ本当に敵って誰とか、ね、どういう戦略が有効なのとか、うん、今デモとかね結構流行ってるけれども、うん、そこら辺が論理的に選挙何やったっけ、英語で忘れちゃった、選挙するのオキュパイ、オキュパイストリート、うん、ああいうことであるとかっていうことの、うん、でもあれが本当に有効なのとかさ、うん、考えたりもするんだけれども、うん、だからそういう時代の流れに合わせた思考っていうのが、やっぱりこういうね、帝国っていう本を生み出す背景にあったのかなという、うん、思ったり。あ、確かさんどうですか。でもそうですよね。いや、そうですね、あれですけども、まあ、帝国においてはやっぱりその、まあ、生成時っていうのが、はい、いうのがもうものすごいこう極端に大きく捉えられてるっていうのが、ね、かつてはその生成時っていうのがもう国家主権とあれたんだけども、まあ、まさにその世界的な、まさにその後期風向的な、あれですよね、その主体なく展開されるような、うん、権力としての生成時っていうのを、うん、もうまさにそのグローバリゼーションっていうところに置き直してっていう、うん、でしかもその先ほどの国会が座ってる、これはもう本当にドゥルーズの管理社会についての議論をそのままガッて掘り込んでるっていうですよね。でそういうの、そういうところでこう帝国っていう支配形態っていうのがその、うん、まあその後期風向の問題、生成時論とドゥルーズの管理社会論をこう、うん、合体させて、まあ、長時間融合させたようなもんっていう感じがしますよね、うんうん、まあ、解決策として提示されている、何でしたっけ、あれ、ベーシックインカムかっていうのはどうなんだろうという気は、うん、ね、しなくもないですけどね、あれ結局ビットコイン問題とかで流行ってる昨今本当ですね、話題が尽きない、なかなかそういう問題がね、うん、国民はいけるけれども、うん、じゃあ移民とかどうかっていうまたね話にもなってくるので、うん、難しい問題だなという、うんうんうん、まあ、ここで、ね、帝国って国ってついてるから国家主権のような感じがするけど、なんかこうエンパイアみたいな、クラウドコンピューターみたいな、そう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 、まあ、ちょっと違うかな、なんか広いふわーんともやもやとしたね、なんか地球を覆ってるような感じ、うん、まあ、今で言ったら貨幣、その世界中もすごい株式市場が貨幣が流動してるから、うん、貨幣っぽい感じみたいに思うとかなり分かりやすくなってくるかな、まあ、そのもやもやとして
したのが権力としてあるんだったら、そのこっち側もそのもっとこうモヤモヤとしたモヤモヤとしたもの同士のモヤモヤとした戦いっていうのになっていくだろうっていう、モヤモヤとした話し合いしかできないじゃん。そうだから、クラウド対クラウドになっていくね。だからあれ、まあ、マルチチュードね、結局ね、うぞうむぞうとかね、そういう感じ。サマーウォーズサマえめっちゃ話変えちゃいますけど、映画のサマーウォーズで、はい、アニメで、うん、最後なんかすごいモヤモヤってしたクラスターがとシステムの戦いみたいになってる、あれどうやろう、ちょっとちゃうか、それはだからそのより直接的に取り上げるものとしては、去年やったガッチャマンクラウズなんかがそうなんですよね。あ、そうなんですね、まあ、見た時はどこかガッチャマンやねんとこみんなそうツッコミしてましたけどね当時は、帝国対マルチュードの戦いになってたんですか。まあ、それに近いものが面白いですね。だから結局自分が権力の側に加担している可能性があるますあるということでもあるんじゃないかなと、うん、その流動化するという、結局日本っていう実は幸せな国に生まれることで、うん、まあね、安い幸せに暮らしているけれども、実はいろんな国を搾取している可能性もなきにしもあらずという、原発の問題もそうね、うん、原発の働いている人たちの、ね、うんうん、そういう実態とかもあるから、ね、うんうん、だからまあ、フーコーが言った生成時っていうのは、そのまあ、国家主権とか近代とかが見えない内面化した規範を与えてくるから、それに備えようと、個人はそれに備えて防波堤を張って、まあ、その権力とまあ相対して生きていけっていうようなメッセージだったけど、このネグリとハートの帝国まで来ると、その敵がもうボヤンボヤンしてるからボヤンボヤンしてるから、そんなもんお前構えたところでどうしても対抗できへんから、お前らもボヤンボヤンなれみたいな。いやもううまくかぶっといてボヤンボヤンしてちょっとボヤンボヤンしてバイン、マルチチュードだ、マルチチュードがバイン、バイン、どんな話しちゃうの。あのどんどんビジネスから離れてってね、はい、みたいな、まあ、そこでやね、そこでビジネス的なって、ね、そうまだちょっと待って、まだないね、帝国ね、その2000年に発表された当時に現代の共産党宣言っていう形でちょっとやや揶揄を込めた形でスラジオジーゲ君に言われたりもしてたらしいんですよね。共産党っていうのはその要するに、プロレタリアートっていう搾取された肉体労働者がすごい、その近代の時は多かったので、みんなで連帯してその資本主義ブルジョアという権力と相対して、まあそれぞれの価値判断でまああのバランスのいい世の中を作っていきましょうっていうのが、共産党とかこの当時のまあ急進派の考えであったんだけど、さっき言ったように2000年以降は情報社化とグローバル化と資本の流動化に伴って敵が権力がボワンボワンしてるから、自分たちもじゃあボワンボワンした存在として連帯しましょう。でそれがここにあるマルチチュードって、今何度かね言葉出てきたと思うんですけど、帝国の横に置いてあるマルチチュードっていうことですね。マルチチュードは本当マルチやね、だから群衆とか集まりとか、なんかボワンボワンしたものっていうふうに考えてもらったらいいんですけど、でそこでは杉村さんが一番最初うまくなんか言うのおいしっしっしっ思っとけ言ってもらったその非正規雇用とか、要するに肉体労働じゃなくて情報を扱うとかね、サービスを扱うとかね、ソフトを扱うとかね、まあ、あらゆるいろんなその立場の労働者、まあ、働いてる人がいて、まあ、働いてない人も含めた、何かこう共同体みたいなのを考えられないかっていうのがこのマルチチュードの考え方なんですよね。すごいな、なんか美術番組じゃなくなってきてね話の内容がまあいい大丈夫、はい、革命起きるみたいな。でまあこれで一応言ったかな、これは今言った話やね、そうか、一応脱走か頑張って打ったからこんなんですわ、読まないですまあ、貨幣の権力で考えると僕はすごい分かりやすいかな、日本はエコノミックアニマルやから、経済ねやるやから、でまあ欲望機械か、要するにその貨幣なんか の株式のね変動見たら分かるけど、自分たちとはまた違う集団としてのその、装置みたいなのが働いてて、それをまあ個人で対ね、その株式の変動に対していくら年金頑張って貯めてても一発で吹っ飛ぶから、じゃあどうやってそれをこう対抗していくのかっていうことは、やっぱり新しいその、考え方とかやり方みたいな必要になってくるってことですね。ある意味さ、その、神の見えざる手、アダム・スミスのさ、うんうん、なんかそういうのも感じさせるの、
あ実体がない、ね、まあその市場貨幣って今言ってたんで、うんうん、だからその自由資本というか、ね、そうそう、だから自由主義経済をやっぱり近代の諸島はがんあのすごい推薦していくんだけど、それ何回も反転があって、あのケインズ主義って言ってね、うん、やっぱり自由に任せたらえらいことになるんで、うん、一国の国潰すぐらい の, その貨幣の暴力みたいなのがもうバンバン出てくるんで、うん、いやちょっと待てよ待てよみたいなんで、まあ、国家が介入してたのがケインズ時代なんですけど、うん、ね、今ぐらいその冷戦以降95年以降はそのアメリカでさえ介入しても抑えられないぐらい の, のエネルギーが、そのエンパイアのエネルギーがすごすぎて、アメリカでさえ抑えれないんですよ。世界通貨であるドルなのにかかわらずもう制御ができないんですね。そうそう、なんかそれをどうやって、まあ要するに国家権力よりもまだもう少し大きな地球権力っていうかね、地球えガッチャマン、みたいなものがあのいないとちょっとどうしようもないというのが今の現状ですよね、うん、まあそういうのが、実はねトニー・ネグリさんは芸術とマルチチュードという本も書いてまして、うん、芸術のそういう中でのあり方みたいなのも、うん、言ってられます、まあ、僕も、持ってるんですけど、これやっぱり革命起こすんやろ。いや超難しい、これも普通の日常会話のにもようわからんみたいなね、まあでもすごい貴重な本ですよね。よし、あ、そうそう、であともう一つね、あのネグリタハートの特集をアートクリティックの、1号ナンバー1で特集組まれてて、これはすごい読みやすかったですね、僕持ってて読んだけど。しかしそういう本に限って手に入らないという、あ、もう絶版になっちゃったんでね、いつか桜井さん来てこれ喋ってくれたらいいね、嬉しいなと思いますけど、ラブコールしてもらってますからね、はい、まあ、ぜひよろしくお願いします、お願いします。これ本当にいい本で、あのネグリタハート の,、まあそのアートも絡めた、まあ、帝国の現在ですよね、うん、ここか、帝国の現在、うん、ね、生成する自由と共同の未来、生きることの時代、これ生成時ですよね、死ぬ場所はどこにあるのか、ネグリタハート、京都アカデミディアの茂木さん、茂木さんかな、ね、書かれてたりしてます。はい、一応まあここで前半終了です。大変でしたね、なんかね、いやもうやりきった、回ろっか、回ろっか、これは結構やってるね、これは1時間以上やってるやろ、ね、45分ぐらいかな、さちょっとで切れたから、表彰後何で、じゃあここからやっと生成時っていうのが今ので一応喋れたので、表彰後のあの話ねに入っていきたいと思います。これね、私があくびしてる、すみません、眠たいやろ、いや、危ないよ、いや、ちょっとあの今日ちょっとあの奈良行ってたので、アスカは、ね、ムチ叩いて、いや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 、昨日ちょっとあの奈良行ってました、奈良の何見られてたの、まあ、いろいろと、いろいろあるんですね、しかしか、じゃあ行きますか。じゃあ表彰後のボリス・グロイスの生成時時代の芸術っていうことを話していきたいと思うんですけど、まず一つはその最初も言ったんですけど、芸術作品、彫刻とか絵画からアートドキュメンテーションっていうものへ変わってきたと、まあ、アートドキュメンテーションっていうのは、記録したり、まあ、映像であるとか文章であるとか何らかの形で記録していく、形態の作品ですよね。例えばさ、はい、そのまあ文章の中でね、はい、そのアートドキュメンテーションとはということで、はい、日常生活への芸術的介入とか、はいはい、政治的動機による芸術行為、うん、なんか難しい、あとはまあ同じで記録という手段以外の方法では表現されない活動、うんうん、そのものこれが美術ですっていうんじゃなくて、何かこう指し示すっていう、うんうん、こうですよっていう、うんうん、ものをそのままボーンと提示するんじゃなくて、うんうん、なんかそういうのがドキュメンテーション、アートドキュメンテーションっていうふうになんか言われてる。そうですね。まあいくつかのポイントがあって、うん、まあここにちょっと書いたんですけど、一つはアートドキュメンテーションとは、死ぬ結果ではなく生きる活動であると。これだから作品ですね。今までのものとしての作品っていうことですよね。作品はまあ美術館は墓場と言われるように、まあそこで行くとまあ墓、作品としては死んでしまう。でまあやはりアーティストはやっぱ生きたもの、新しいものを作りたいと思うから美術館の外に出て活動するようになり、アクティビストになり、ドキュメンテーションを記録することがまあ生きる活動であるっていうことですよね。で
まあ、2番になるはそういうまあその生きる活動が実は生成時代っていう中ではまああの当然のことで、今ネグリとハートの話をずっとしてきたので、私たちは生成時代っていうところに生きてるので、実はアートドキュメンテーションっていう生きた活動が起こってきたのはその時代をものすごく反映したものであって、決してそのなんかあのもうアート絵画が疲れたからとか彫刻が廃れたからということで出てきたんじゃなくて、時代に要請されて出てきたんですよって言ったら、それがまあ生成時代における性芸術ですよっていう言い方ですよね。で3番、まあそのちょっと行き過ぎかな。でまあそうですね、あのアートドキュメンテーションっていうのはあ、まあ特徴がその死んだ芸術との、まあ、もう一つ特徴を言ってまして、死んだ芸術っていうのは芸術を指し示すことができないんですよね。なぜなら自分たちが芸術だから、あの辻大地が辻大地はこうですって指し示せないけど、あたしかさんはあたしかさんですって僕の方からは指し示れてますよね。なんか芸術作品ですって言ったものは芸術作品が何ぞやっていうことを指し示すことはできないんだけど、アートドキュメンテーションは芸術作品ではないので、うん、芸術作品とは何ぞやっていうことで記録にすることで指し示すことができるっていうことを、うん、まあ言ってます、うん、でそんなとこかな。でまあ、特徴としては、うん、記録は3番、ある対象の実存を歴史に書き込み性を与えると、まあ、これはちょっと後半の実際の作品を例に出した方が分かりやすいですね。で4番さっき言った、5番、アートドキュメンテーションの記録は制作過程が示されるのではなく性の形式持続歴史の所産として理解される。あ、これはもうめちゃめちゃ簡単な話で、いわゆる情熱大陸的なそのドキュメント、まあ要するに過程を写してこうやったら作品ができますよみたいなね、紹介ではなくない、生きた形歴史として記録する方法であるということですよね。で6番、これもちょっと作品見ながら紹介していきたいと思うんですけど、アートドキュメンテーションは生きたものがどのように人工物に置換され、人工物が適切な物語によって生きたものとなりうるかを示すことで生成時の領域を書き出す、まあ、この時点でもかなり50人ぐらい寝たな、うん、作品行きましょうか。あ、ま、作品の前にね、はい、さっきの話ね、はい、人工的なものの話、はい、人工的なものにか、6番主観さで、はい、人工的に適するものによって生きたものに、はい、だから人工と自然っていう、はい、多分話があって、はい、僕らは、二項対立的にさ、人工的なものと自然なものっていうのは、はい、全く別々のものとして考えがちだけれども、はい、実はそこは曖昧だというふうな言い方をする、ね、で、まあ、曖昧になってきてると、うん、でそれがなぜ曖昧なのかっていうと、もっと具体的に少しこう科学的というか、な話をして、例えば遺伝子組み換え食品、すごく機械的な部分だけでも、うんうん、結構生物というかね、そういうに関わる、うん、で人工授精であるとか、技術的な延命手段であるとか、うんうん、あとは脳死判定、うんうんうん、だって脳死判定をするかしないかでその人が死んでるか死んでないかを判断するわけ、うん、極めて、主観的というか、まあ、うんうん、法律的というか、うんうん、その境っていうのは時代によってその人が死んでるか生きてるかっていうのは時代によって変わるなんていうことはあり得るわけですよね。今は脳死は死だけれども、うん、昔は脳死は死ではなかった、うんうん、心臓が動いている、心臓が止まったら死ぬっていうことだったのが、その定義が死と生の定義っていうのがすごく人工的に判断されているっていう意味で、まあ曖昧な関係になってる、うんうん、それが、まあ、多分ね、そのグロイスは生成時だっていうようなことを言ってるんだろうかなというふうに、うんうん、そう大事ですね、うん、重くその抜けてましたね、話がね。なんか私とかさん、これね114から119ページまでの話をちょっとまとめたんですけど、そこで何かあれば、このあと具体的なロシアアバンギャルドの再解釈の作品について触れていくんですけど、まあ、そこで行きますか、ね、そこで、まあ、で一言だけで、はい、言うと生命体の表面には機械が隠されている、で機械の表層の内容には生命が潜んでいるというふうに書いてますね、うんうん、そうですね、まあ、遺伝子というのは大体ね4つの塩基配列によってできているわけだから、うん、そんな記号的なものによって生物っていうのはね
できるっていうこと自体がすごく曖昧だというか、うん、な感じさせられる。でその後のあれですね、ちょっとサブカルチャーの話で、うんうん、こうもうちょっと噛み砕いて説明してるんですね、その話。これはどうしようかな。さ次の画面で。ああちょっと待ってね、なんか言い残しがあるんかなと思って。だからそうだな、まあその性政治的なものを性芸術、要するにアートドキュメンテーションは生きたものとして、うん、まあ、芸術を指し示すことができ、そのアートドキュメンテーションが出てきた背景には、うん、フーコー、アガンベ、ネグリとハートに至る、まあ、多くの著者の性政治についての、まあ、要するに私たちは生きていることが、まあ、ある種政治的な、うん、判断、価値判断とか、うん、まあ、起こってるんであるから、うん、まあ、それを、ドキュメン記録することで、うん、もう一度生きた形に、うん、送り返すみたいなことが、まあ、要請されているというような形です、ね、そうです。そのドキュメンテーション、まあ、アートドキュメンテーションが記録を使うっていうのは、うん、いわゆるその官僚的な記録媒体、うん、それ写真であるとか、うん、文章であるとかっていうのはもう極めて官僚的な、うん、記号的というか、うんうん、でそのものを使うことで性そのものを指し示そうという試みが、ね、ある意味その性政治時代における芸術の在り方っていうことをマグロイスは言いたいのかな。そうですね、だからアート的なアートドキュメンテーション的な記録っていうのは、そのいわゆる官僚の格式ばった記録ではなくて、そこになんか説話的なものとか、もちろん芸術だから芸術的なものが入ってくると、そしたら今まで当然だと思ってた記録の読み替えとか、時間の反復不可能性を喚起したりとかするっていうことですよね。で、まあ、最初言った生物と人工物の差異についてのもうほとんどは概ねは説話上の差異であるから、それがどういう物語によって差異が生まれているのかっていうこともドキュメンテーションで指し示すことができるし、自分自身の生き方をドキュメンテーションで記録することによって、自分たちの実存を歴史主体を歴史に書き込みすること、まあ対象そのものに性そのものを与えることができる。だからこれアートファンなんかも本当になんかそんな感じかなって、その今のなんか俺自画自賛説得とか飛ばしよくわからなかったけど、いや要するに記録してるでしょ僕らの喋りを、うん、だからこれで僕らのそのまあズブズブのね悪い場所って言われてる日本の芸術の中の読み替えをしようとしてるんじゃないのかなみたいに。美術作品はどちらかというと違うって、うん、ちょっとそれは違うと思う。だってそれはやってるのがいろんな人が、そうです、ね、だってキャンプだってそういうこともやってるし、 あれもじゃあそうなのっていうことになってる。確かに確かに、ちょっとそれは、まあ、どちらかというと、うん、その辻さんがやってるあのなんて紙芝居、 あれの方が僕は近いと思う。どちらか記録的に合法を出したりとかビートケンシュタイン出したり、どうせワニだしの方が、ああいう、まあ、過去の出来事であるとか、うんうん、まあ、話その個人の話であるとか、うんうん、すごく、うん、ある意味あの、プライベートな感覚の中に置きながら、まあ、生活感も醸し出しながら、うんうん、実はものすごくいろんなものに社会と接続していくような話の展開っていうのが、うんうん、ある意味そのドキュメンテーションっていう方法論とすごく近いのかなという感覚はすごくあります。だからそっちの方がまだこのドキュメンテーションっていう意味で言うと、まあ近いのかなと、まあ分からんけどね、うん、まあ、思いっきりガーデン飲水してしまいました、すいませんでしたじゃあちょっと作品の方ここから見ていきたいと思います。5点ぐらいかな。まず一つは映画ですね。あ、サブカルチャーですね、はい、ブレードランナー、もうこれ今の若い子ら知らんやろうな僕ら余裕は平川さんブレードランナー知ってる？知らない、嘘は自分そんなこと言うて、はい、若いつもりで言ってるな若いんでまだ20代これブレードランナーありがとうございます。映画で未来、ちょっと近未来を書いてて、クローンとか大阪とか千葉だったかな、千葉か、クローンとかが、あ、ごめん、舞台が日本な、あ、そうなんですよね、確かに。クローンとかが出てきて、要するに人工
人間、人工人間というか、まあ、その生物的に作られた人間が出てくるんだけど、うん、そういうクローンに対して記憶を、ね、あのまあ、偽の記憶というかね、後付けされた記憶を与えて、あなたのお父さんお母さんこうですよ、あなたのはなんかサッカー部に入ってましてねとか偽の写真とかを与えて、まあ、記憶を捏造させて、クローンを作り上げるっていうふうになるんですね。いうのがあって、まあ、この、ボリス・グロイスはこれを出して、まあ、ね、なんて何やんのどうしたどっか行っちゃった、いや、ちょっと入れ、加えてもらっていい、あ、え、何つなぎ、いや、まあ、この辺の話してもらっていい、要するに、だから僕もね、はい、実は僕ちゃんと見たことないよ、あ、話はなんとなく聞いてて本当はまあ、知ってんねんけどね、うんうん、あのちょっと見たことなくて、で僕そのこの話を聞いて、まあ、今の若い、あんま若いって言ったら、今に会うのはどっちかというと広角機動隊の方が近いかなと思って、あ、まあ、それはそうですね、ですごく記憶を植え付けたりゴーストでやるとか、すごく人工的やんか、うんうん、あれがダイブとか言って、うんうん、自分の意識を他人に、うん、降りていくような感覚とか、うんうんうん、で機械化されてるんですよ、うんうん、何やったっけ、農家じゃないわ、なんか忘れて、うん、農家農家、うんうん、なんかそういう部分との方が話が通じるのかな思いながら、でも広角機動隊見てない人もおるわなよく考えたら、いやでも広角機動隊を見てる人の方が多いと思う、うん、まあ、要するに個人のその作られるよね、うん、まあ、自分の人生観みたいなのも実は登録され記録されたもので形付けられてるので、実は書き換え可能だということを、まあ、あのブレードランナーの映画とか、あの広角機動隊なんかは言ってて、じゃあ書き換え可能である私の実存、私とは何ぞやみたいなことで、ものすごく、まあ、主人公はとかもこのクローンとか悩んでいくわけですよね。で、まあ、あのその時に、まあ、むき出しの性みたいなところで実存を考えていたのが近代の、まあ、20世紀の後半で、まあ、要するに本当の自分みたいなことをこうある種特殊な状況まで追い込んでいったら自分っていうものが立ち上がれてくるんじゃないかっていうことを、まあ錯覚してたんだけども、実はそれはあの、まあ、ファシズムみたいなところに向かっていくので、まあ危険であると。で、まあそうなった時にボリス・グロイスとかその21世紀以降の生きた生成時代における個人の在り方をどのようにするかって言ったら、今言ったドキュメンテーション記録によって自分で実存の歴史を書き込んでいくんであろうと。逆転な発想ですよ ね、 ある意味ね。それを肯定すればいいんじゃないの、ね、っていうことだよね。結局そういうだってネットは広大だもんね、うん、なんで笑わへんの。いやいやいや、分かった今でいいよ。で次行きますね。無事かよ、大丈夫です。私ならいいですか。いやいやいや、でこ、やっとアート作品が来ました。疲れてるやろ完全に。大丈夫です大丈夫です。アンドレイ・モナストゥルイルスキー。いや、ちょっと噛むわ。ロシアの難しい。あのモスクワのグループで、うん、集団行為、ね、そう 集合行為、ね、集合行為、集合行為、1970年代の終わりから1980年代の初頭にかけて、まあ、一連のパフォーマンスを組織しモスクワ郊外で開催したグループなんですよね、うんうん、で、まあ、パフォーマンスはこう人を集めて何かをやったりとか、まあ、こういうロシアなんで雪が多いんでね、雪原であの何かプレイ、あの何かを決めてゲームとか何か体験とかね、まあ、お互い の、 その思考みたいなのを話し合うみたいな黒板を出してやるとかいうのをするんですけど、まあ、その中でそのパフォーマンスそれ自体よりもむしろそこに参加した人々の体験や思考感情をまあ描写した記録の方に、あの非常にその面白い新しい歴史性っていうかね、個人の実存みたいなことを考える契機があるんじゃないかってボリス・グロイスは言っていくんですよね。でその時にそのロシアのアバンギャルドのトレードマークとなったカジミール・マレービッチの絵画ですね、これシュプレーパニズム絵画、絶対絵画って言われるもんですよね、無対象の絵画なんですけど抽象の絵画、まあ、こういう、マレービッチ、ロシアバンギャルドを代表するマレービッチのこの白い絵画に雪の雪原みたいなものと、関連させる、まあ、要するにこのモダン近代の、アバンギャルドに
21世紀後半のアートドキュメンテーションが逆照射されるような形で新たな歴史とか実像みたいなのを獲得していく可能性があるんじゃないかみたいなことを、うん、まあ、ボリス・グロイスは言うんですよね。だからこのマレビキのやったことっていうのはもう意味を全て排除して、うん、でもそのものみたいなものに近づこうとしたわけだけれども、うん、この集合行為っていうのはそれを説話的に雪であるとか、うんうん、ものすごくナラティブなものに置き換えていくっていうことだよね、うんうんうん、そうですね、っていうことだけれども、ならという、まあ、物語、語りとか説話ですよね。説話にしちゃったところに、うん、この集合行為の面白さがあるんだっていうんやけど、うんうん、僕は実はここえらいなんか無理やりくっつけたなと思いながら読んでて個人的にはそれいいのみたいな、ほんまに集合行為そんなこと思ってたんって俺は思いながらちょっと読んだんやけど、そんなことない足利さんどう思われますか。だから今これ書いたの2002年そうですね、今だと例えばあのロシアだとあのボイナっていうのがね、あのもっと強烈なことやってますよね、いろいろと。前あのチンポムが あれ紹介してて、また読み物館でなんかそれこそ先ほどのドキュメンテーションとかアーカイブみたいな形で彼らの活動を紹介してて、いやこれもアートちゃうやろという、いう感じで、だからそれこそあのロシアの社会、今のロシアの社会におけるいろんな問題っていうのを、うんうんうん、あの炙り出すんやとかっていうような感じでやってるんですけども、うんうん、いや炙り出しすぎっていうか本当になんかまあ、割と温当なのでも、うん、あの街にあのなんかその止まってるパトカーをみんなでひっくり返すっていうパフォーマンスをやって、うん、いやそれ警察に捕まるやろっていう、実際捕まったりとかしてるらしい、してるらしいし、ボイナのリーダーはいまだにこうあの絶賛指名手配中らしいんですけど、ロシアの警察にボイナ、うん、だってロシア語で戦争って意味ですからね。あ、過激ですね、もうクソだからその活動家みたいな、グロイスが挙げたそのこのモナス・トゥイルスキーより、うん、よりあのうん、がまあまあのラディカルをさらに進めてる言ってて、なんかこう今グロイスがこの同じ文章を書いたら絶対ボイナについて書くだろうなっていうのは、なるほどなるほど、勝手に思ってるんですけど、いやいや、じゃない時代背景、だからボイナが表立ってきたのはもつ あの後の方の話ですから、あ、まあね、あのここで面白いのはあの杉村さん言われた本当にそのモダン純粋芸術みたいなものををもう一つそのナラティブ説話みたいなものに書き換える、まあ、要するにさ死んだ芸術作品をあとドキュメンテーションに書き換えるっていうことだと思うんですけどね。そこをもうちょっとね、僕はピックアップしてあの語ってほしかったなと思うけど、うんうんうん、もっとその記録性っていうことについてね、うんうんうん、そのマレビチどうこうっていうよりもっていう、うんうん、まあちょっと美人会でね、うん、そんな長く書けなかった理由もあるかもしれないけれども、うんうん、だそういう中であの、まあ、文章引用するとマレービッチの絵画は自律的な芸術作品としての性質を失い、ある性の体験、すなわちロシアの雪の中での性の記録として再解釈されることとなる、このようなロシアアバンギャルドの再解釈はということで、まあ、次の作家フランシスコ・インファンテの作品ですよね、これ、1980年モスクワの、まあ、これももろあのこの、マレービッチのこの絵画ね、あと、まあ、あの引用してるのはまあお分かりだと思うんですけど、実際の雪雪原の上で、まあ、こういうものを、対峙させるっていうかね、うん、まあでも本当はあのすいません、あのこんなネットのねあの作品載せてて今更なんですけど、著作権の問題とかあると思うんですけど、あのご了承いただきたいのと、すいません、よろしくお願いします。あとすごいなと思ったのがこのインファンテの作品が探したら出てきたっていうねあるんやみたいな、あるんですね、うん、1980年代のモスクワでって ねえそれがちょっと僕はびっくりしたんですけど、この献身と題するパフォーマンスで、まあ、マレービッチのシュプレマティズムコンポジションの一つを雪の上に引いたっていうの、まあ、同じですよね。いいね、はい、で今度、ソフィー・カル、まあ、ソフィー・カルは何度もアートファンでも取り上げてるんですけど、うん、盲目の人々というので、うん、ブラインドカラーっていうね、あの杉村さんこれ、はい、作品、はい、ちょっと説明してもらったら、まあまあそのままタイトル のままなんですけれども、はい、質問、まあ、盲目の人に、
可視的な下界というものが、あ、ごめん、これ。彼らに美と思い描くものを描写してもらうと、だから視覚的なものをどういう風景ですかっていうことを質問して、でその、盲目の人にね、でも盲目の人はそれは視覚的なものは持ってはいないので、どうしても文章にして高台があるよっていうふうに語るしかない。だから結局その語りが、まあ、説話的だったり、まあ、ナラティブだったりというふうに、結局その文章、まあ、ある意味記録として、まあ、伝えないといけないので、うん、そこの視覚的な部分と記録という部分の、うん、まあ、面白さというか、うん、そういう説話性っていうのを、まあ、この作品の中で、うん、まあ、表現しているということなので、そのグロイスのある意味言っていることはこのカルに関しては、うん、整合性があるというか、これはすごく納得できるような、うんうんうん、どうしても視覚性ではなくて、で、うん、ここから思うのは、結局その視覚性、僕らは物を見て感じて、うん、物をそのまま見てるって思いがちだけれども、うん、実はそういう説話的だったり、うん、ナラティブだったりっていうことの中で実は視覚っていうのは生まれてるんじゃないか、だから盲目だろうが盲目じゃなかろうが、うん、それは関係なくて、うん、実はその視覚性っていうものの中には、うん、そういう物語性が潜んでるっていうことを言いたいっていうのをすごく感じるというか、理解できるなと、うんうんうん、まあ、アートドキュメンテーションのすごい、うん、まあ、良い作品ってあるんですけど、うん、すごい、まあ、分かりやすいというか、分かりやすい、うんうん、それはすごく納得、まあ、これはすごく納得するな思いながら僕はね読んだんです。よく引用されますもんねこの作品はね、うん、あのそれでね盲目の作品でちょっと僕ちらっと思い出して、桃瀬あやさんが確かね、うん、その盲目の人にしないインタビューされたっけ、耳の聞こえない人、ごめんなさい、耳の聞こえない人か、でなんか、あ、ごめんなさい、ちょっと違うの、俺真ん中間違ってたな、なんかそれと、それ、あの、ちょっとごめんなさい、それは俺では勘違いですけど、なんか近いのかなというふうに、まあ、聞こえない人との対応、今、あの横浜でね、固定ってますからね、そうですね、また見に行きますけど、あ、素晴らしい、私かさん、この辺、ソフィカルとか、まあ、あや、あの桃瀬さんも含めてでいいんですけど、いや本当なんかそのあれですよね、あのカルの他の作品ってどんなドキュメンテーションの、まあ、典型例というか、ちょっと個数数も入っててあれですけどね、あ、なんかカルで人の後を追うっていうのはなかったっけ、ソフィーカルね、なんか去年か一昨年か立ってましたよね、古典、だそこトビじゃない、東京トゲンビでしたっけ、彼氏に振られた記録みたいなの撮ってなかった、トフィカル、あ、そうなの、桃瀬さんもあれやったの、あ、かもしれない、ね、あ、振られたんじゃないわ、あれは、あれは、まあ、終わってみたいな電話した、元彼と電話したそうだそうだ、うん、まあ、その個人的なことも記録はしてるよね、ソフィカル女性なんで、本当はこう断片というかさ、うん、あまりこう重要でないと思われるようなことを、うん、まあ、記録としてまあ、表現として用いているというのは、うん、時もありますよね、うん、でもう一つ、作品紹介した最後かな、カーステン・ヘラーの作品ですね、ベルギー出身の作品で、これはねなんかちょっとユートピア的な遊具みたいな感じ、メリーゴーランドみたいな感じで、まあ、体験できる作品なんですけど、まあ、あのボリス・ブロイスが挙げてたのはこっちの方の作品で、あのヘラーの作品なんですけど、これはあれですね、あの、うん、あの、あるアトミウムの球体の内部で一定数の人々が下界から遮断された状態で丸一日を過ごすというものが作品として出すと、まあ、これがそうかどうかちょっと僕探したんですけど分からなくて、まあでもこんな、まあ、でもそんな感じ、これはまあヘラーの作品なんで、うん、まあ、こんな感じで、はいはい、このそのものを指し示したのかどうかちょっと分からないんですけど、あ、まあ、出してなかった、ごめんなさい、まあ、よくある話、よくある話ですよね、その作品がないというか、はい、作品そのものじゃなくの写真じゃなくてこういうのが残ってるっていうのは、そうですね、で、まあ、記録としてそこで、まあ、1日過ごした人たちの、まあ、その生活の記録、ね、対話の記録みたいな、これが作品なわけではないもんね、うん、その記録が作品であって、うん、別にこの会場風景を見せるとか本当にただの会場風景なので、そこで一定数その人が過ごしたっていうことが、うん、っていうことなので、うん、まあ、それはその記録ともしかしたら結びつくかもしれない、物がないと、うん、作品としては物はないけれど、その生活をしたという事実が、
まあ、作品になったということになります、うんうん、そうですね。まあ、文章的にはヘラーはしばしばラディカルな近代建築の抽象的でミニマリスト的な空間を体験のための空間へと変貌させること、すなわち芸術を記録によって性の芸術へと転換することに取り組んでいるというふうに書いてあるんですね。でちょっとさっき紹介多分画像映ってなかったと思うんですけど、まあ、そういうのも作りながら、ヘラーは生活空間を想起させないユートピア的な夢を体験する空間をパフォーマンスのためにまあ探し出したり自分でこういうふうに作ってね、あのメリーゴーランドみたいなものもまあやってると、まあ、空間と人との関わりみたいなことの中で、うん、体験長ですね。これはサイトスペシフィックというか、まあ、サイトスペシフィックというか体感型かな、体験型で、こっちはどっちかって言ったら、ごめんなさい、こっちは記録型ですよね、ドキュメント型の作品もやられてる、まあ、体験っちゃ体験ですね。そうですね、やってる人にとってはね、うん、でまあヘラーのこの、ね、一日こもって過ごす、知らない人と一夜を過ごすっていうのはよくテレビドラマなんかでも、うん、あの、ありますよね。だからそういうテレビドラマでよくあるシチュエーションを、まあ、芸術作品、まあ、アートドキュメンテーションという中でやることで、そこでどういう差異違いが現れるかで、まあそのテレビドラマの、一日過ごした、記録と、美術による芸術によるこの記録の違いによって逆、またこれも逆照射なんですけどね、あの受写の便器を美術館に入れることでなんでこれが芸術かって考えさせるような、同じような逆照射に同じようなものがなぜ違うのかっていうことを考えさせることで、新しさについて考えさせるような、作品になっているっていうことなんだと思います。はい、うわーめっちゃ頭使った死にそうであとは作品じゃなくて多分ねまとめなんで、こんな簡単に死にそうだ、起きたいきなり最後あれですね、そのここまで奈良ということか説話とかいろいろ言ってきたんですけど、最後大詰めがありました、ベンヤミン出してくるんですね最後論文で、もうっていうね、もうここでもう精いっぱいお腹いっぱいやねんけど、ダーンと複製時代の芸術バルター・ベンヤミン、複製技術時代、複製技術時代の芸術、すいません字が抜けてました。1936年、まあよく出てくるんですけど、これを出してくるんですよね最後にね、めっちゃ悩んでるベンヤミンね。まあ、なんでか、なんで出してきたかって言ったら、そういう、生成時の中でおける性芸術は語りとか説話によって自分たちの、行い生きた活動を記録すると、でそれで、死から生へ、反転させるっていう手法を取ってきたんだけど、じゃあその説話なり語りっていうのは誰が担保してるのかっていうところが最後疑問に残りますよねっていう、まあすごい問題、まあ、突っ込まれる前に突っ込んどこうみたいな問いを立てるわけですよね。でその語りを、保証してくれるもんとしてベンヤミンが、一つ大きなキーワードを挙げてるのが、これアートドキュメンテーションから多分インスタレーションっていう言葉も入ってくると思うんですけど、まあ一つ大きな最後言葉を出したのはインスタレーションっていう考え方ですよね。要するにサイトスペシフィック、空間の場所に何か物を置いたり作品を置いたり空間と関わった作品を作るっていうことを、まあインスタレーションと考えてるんですけど、まあそこの空間性を導入することで、一回性って現れるじゃないですか。その場所でしか置けないもの、置けない、やれないものみたいな、ある場所の縛りを与えることで、あるそのオリジナルというか、その今ここ性みたいなものを、与えることができると。だからドキュメンテーションにインスタレーションを加えることで、その記録っていうのはあるオリジナルであるとか今ここ性を担保して、説話、その説話がなぜそこでされるのかっていうことに対する必然性みたいなことを与えることができるっていうふうに、最後の方をボレイツ・グロイスはこう言っていくんですよね。でまあそれを喋るにはベンヤミン、いるだろうという感じです。杉村さん、杉ベンヤミン、ごめん、さっきのインスタレーションの話、僕はちょっと実はこれ読んでて、はい、インスタレーションの話は僕読み噛み砕けなかったんやけど、はいはい、実はもうあんまり飛ばしてたんやけどその、
辻さんが言ってた話ってさ、はい、どちらかというとパフォーマンスに近いのかな、一回性であるとかその場であるとか瞬、まあ、もう、うん、インスタレーションだったらまだ見て、うん、次来てまた見れるじゃないですか、うんうんうん、でもパフォーマンスだもうその時、うん、その場所でしか見れないっていうのがあるので、うんうん、どちらかというとインスタレーションというよりパフォーマンス、まあ分からない、これ僕が言うのはグロス、うんうん、グロイツ批判なのかもしれない、整髪量みたいな、グロスね、グロイツ批判なのかもしれないですけれども、うん、そこのちょっと話のつながりというか、うんうん、もうちょっと説明しますね。まあいいんやけどね、いやちょっと疑問で終わってもいいんやけど、はい、かな。まあその辺は後半なんかに出てくるんじゃないですかね、うん、まあ今まで進んでもらっていいんですけど、うん、まあちょっとある、うんうんうん、まあ僕がこれ、僕グロイツ上げてないんですけど、僕がちょっとこのベンヤミンの話するときにモナリザ有名ですよねを上げたらちょっと分かりやすいかなと思ったんですよね。あの今モナリザやったらどこのね、誰でも日本の人やったら知ってるぐらい有名で、ポスターであるとかカレンダーであるとか下敷きであるとかいっぱい複製されてますよね。でベンヤミンが複製技術時代の芸術っていう風な論文を1936年かなに書いた時には、その複製映画とか雑誌とかの複製によってオリジナルの持ってるアウラ、オーラみたいな、そのまあ崇高性っていうかね、そこにある神秘性みたいなものが剥奪されて、まあ複製技術時代の方が勝利するであろうというようなまあことを、あの当時1936年当時言って、まあそれはある程度言う、そのまあ、広がって読みまでも何回も引用される論文なんである程度正しかったんだけど、その一方でこれ、ルーブル美術館にあるモナリザですけど、この周りこれがルーブル美術館のモナリザで、こういう感じのがこの中の、ものすごい世界中の人が来てますよね。多分アジア人もいるし、西洋の人もいるしみたいな、あんだけ精巧にね複製されてたら、もう別にモナリザは本物見に行かんでええやん、こんな人だかりで見にくいし、近くにも近寄りにくい中でガラス張りやし反射するし見る必要ないんだけど、みんなやっぱり本物巡礼行きたい、まあ、聖地巡礼じゃないですけどね、本物性みたいなのに会いたい。でここが担保してるのは場所空間と時間、今ここ性なんですよね。でこのベンヤミンが言ってるこの複製技術時代の勝利と、まあオリジナルとコピーの関係っていうのは、実はボリス・グロイスが何度も言うように反転させることが可能で、コピーが増えれば増えるほど聖地巡礼的なオリジナルに実際に見に行きたいっていう欲望を人は持つし、まあそれが、なぜそういう欲望を持つかっていうのは、そこには固有の場所であるとか、旅行で行ったっていう時間とか限られた限定された状況が設定されることで、歴史的な物語として語ることが可能になるっていうことがあると思うんですよね。いかがでしょうか。まあ僕もちょっと僕の理解なんで、本当にそれが正しかどうかわからないから、それはまあ後で新鹿さんに修正してもらうということで、はい、まあ僕はね、はい、適当に喋るから。でまあ、ベンヤミンのさ、その複製技術時代の芸術作品っていう論文っていうのは、まあ、その時代背景を見た時にやっぱりその、まあ、その対象としているものは写真と映画、うんまあ、っていうことだし、まあ、世の中見たらさ、印刷物も増えてるし、そういう社会状況はそうなってるんだから、うん、アウラどうこう言ってる場合じゃないよみたいなことを多分言ってるんだと思うね。でこの頃はさっきの僕のマルクス主義の話と同じで、うんうん、敵対というか敵がはっきりしてたと、うん、だからオーラっていうのはやっぱり囲い込んでさ、知識を囲い込んで門外不出にしてっていうのは、それは教会であるとかさ、まあ、貴族であるとかさ、それこそその貴族がさ美術を独占してさ誰にも見せないみたいなことっていうのは、ある意味、特権的やんか、うん、あとはもう触らせない、知らせない、うん、でもその複製という技術によってその知識の拡散が起きるわけ、うんうん、だから平等にそれを享受できると、うん、だから享受できる芸術こそが普遍的というか、まあ、本来的であるべきだということが多分その背景として、うんうん、考えとして流れてる。でそのコピーを礼賛するというか、うん、っていうことがあるとは思うんだけれども、うん、結局その辻さんが言ったように、そのオリジナル、まあ、オーラ、うん
という部分とコピーっていう関係は敵対ではなく、実は補完的なんですね。そうですね。だあのベヤミンはそこら辺は敵対しているはずだと、うんうんうん、でコピーをあの重ねれればオーラは消されると考えてたんだけれども、実は補完してあって、コピーが増えれば増えるほどオーラっていう価値は高まってしまうよね、うんうん、でも、うん、そういう補完した関係っていうのは、うん、ズブズブだし、で、そのズブズブな関係をもうちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないかっていうのが、僕はグロイスの考え方に結びつくのかなと、うん、まだちょっといくよね、また多分グロイスの話すると思うので、うんうん、後半ね、うんうん、まあ多分 そういう前提で、この、ベンヤミンの話っていうのを、うんうん、考えた方が理解できるのかなというだけだけど、うんうん、まあ、もうちょっとあれですけど、ね、習慣も入ってるかもしれないけど、でまあ、あのそうなんですよ。だから123ページの方にグロイスが書いてるのは、その複製がオリジナルからコピーを作るならば、まあ、要するに本当に補完し合うような感じですね。敵対じゃなくて、ベンヤミンの当時は敵対、要するに勝利って言ってるぐらいなんでね、複製の勝利ってオリジナルコピーの勝利なんで、ね、でもまあ複製がオリジナルからコピーを作るならば、インスタレーションはコピーからオリジナルを作るのだ、まあ、要するに本当補完し合いながらっていうような感じなんですね。で現代の我々と芸術の関係性は決してアウラの喪失に還元されるものではない。むしろ現代が行っているのは固有の場の喪失と新たな位置づけの脱領土化と再領土化のアウラの除去と再扶養の複雑な遊戯である。これはマルチチュードクラスターの戦いとか流動化ともちょっと似てますよね。でこの点において現代をそれ以前の時代から区別するのは、現代の作品のオリジナリティがその物質的な性質によって定められるのではなく、そのアウラ、コンテクスト、歴史的位置によって定められているという単純な事実である。それゆえにベンヤミンにとってのオリジナリティとは、彼が強調するように永遠の価値を表すものではない。現代においてはオリジナリティは可変的なものとなったって書いてます何オリジナリティは可変的だと書き換え可能だってことですよね。そうそうそうだと思うね。でそのまあもう同じだけど、コピーかオリジナル作れるということで、うん、ある意味もうズルズルなんよね、うん、何が正か死かなんて分かんないし、うん、そういった、まあ、時代状況の中で美術っていうものを考えていくときに、例えばモナリザ来たこれが美術ですっていうことではなくて、僕らはそれに対して判断を加えていかないといけない、うん、何が死か生であるかっていうこと、でその判断を毎回それこそ問われてるという、うん、状況が今なんじゃないのかなというふうにすごく感じるし、すごくそこは難しい部分で、うんうん、毎回それは試されてることでもあるので、果たしてそれはそんな強靭な精神を持ち合わせてるのかっていう話につながってくるんだけれども、うん、まあそういうことだね。アウラを生み出すというか判断するというか、うんうん、これは僕のアウラです、まあ、オーラです、うん、というような強い精神性というのかね、うん、っていうのが必要なのかなと思っただけね、まあ、その書き込み書き換え書き、うん、上書きする方法論が杉村さんが考えたのはすごい困難なハイレベルな技術がいるっていう考えだけど、まあ、コピーからオリジナルっていうことね、うん、多分ドキュメンテーションっていうことで考えるとそんなに難しくないっていうか、記録すればいいんやから、うん、あの軽く上書きできるんちゃうかなって、軽くではないけど、まあ、普通に生きてれば上書きできるんじゃないかなっていう気はするけどね、うん、そう簡単な感じはしないけどないかな。だからそこがネグリとハートの最後、楽観的で批判されてるのと、楽観はしてるとは思えないよ。でも、うん、この文章の中から言うと、うん、それは希望を与えてる、うん、すごくその最後の文章っていうのは、うんうん、反転させるんだっていうことね、うん、領土脱領とか再領土化とかさ、うんまあ、アウラの除去から再扶養っていうような言い方は、うんまあ、ある意味歴史性の回復ということにも結びつくし、うんうん、だから忘れた歴史性、まあ、ヒントは言うと、そのロシアとか今の作品の中で出てきた、あのマレービッチ出したように、歴史化された、要するに美術館で死んでしまった作品、要するに歴史化された、もう王道に入ってしまった、殿堂に入ってしまった作品を、逆照射させることで自分の性のあり方を上書きすると、
しやすいんですよっていうのは結構ボリス・グロイスは言ってるような気がしますよね。まあ、もう僕の理解だけど、どちらかというとその歴史化されなかったものたちの救出というか回復というかっていうのが僕はどちらかというと近い。歴史化されなかったものの忘れられた、忘却されたっていうの、であるとか新しさの見直しをするときに、何にもないところからやると本当にすごい高い精神性が必要で、そんな個人ってなかなかいないやろうけど、美術館行けばいっぱい参照軸あんねんから、あれを逆照射させれば比較的簡単にできますよって言ってるような気がしますよね。あの金沢21世紀美術館であった新しさについての論文もまあそういうことが書いてたような気がするし、生と死の判断というのはほんなその時によるし、場合にもよるし、その権力にもよるので、僕らはそれを生と死というふうにもう前提として判断するのではなくて、改めて自分たちの考えなり判断なりで生と死を考えていこうということだと思うので、まあ、もしかしたら杉村さんが考えたのは、そこは難しい意味ね、ヨーロッパの人らは美術館参照にすればいいけど、僕たち美術館参照してもなっていうのがあるかもしれない。そうね、だから結局そこに行き着いてしまう、ね、日本の場合じゃあ美術っていうのは、美術館の制度っていうのは機能してるのかどうかって話に微妙なとこありますもんね。だからそうなるとこのグロイスの話の前提は全部崩れてしまう、ね、だから日本の場合は本当に死んでるか生きてるのかそもそもわからないっていうか、その美術館の中と外の作品のね対比がそこまで強くヨーロッパほどは出てないので、うん、まあ、そこは大きな、まあ本当ですね、課題ですね。どこに逆照射させるのか日本のアーティストはっていうのはありますよね。まあ、だからこそ、うん、美術館は必要なんですよっていうふうにグロイスが強調する、強調しなければいけないのかもしれない、まあ、一つは日本の美術館が本当にもっと、ね、あの存在価値がこう強くなっていって市民から求められればその機能を果たせますもんね、うん、まあまあこんな感じで最後一言ずつじゃあいただいて終わりたいと思うんですけど、私かさんから。僕はですか。いやいや、はい、いや、まあ、あのなんて言うんでしょう、やっぱり生成時についてはやっぱり今、はい、あの想定は急速に拡散していったりとかしていってますので、はい、まあ、そういう中で、まあ、あのアートと生成時っていうのって、まあ、このグロイスの議論からさらに、まあ、あの現代は先に進んでる部分もありますね。実際はあのグロイス本人もこの後の、デュシャーニュのマルクスのデュシャーニュ、デュシャーニュのマルクスでしたっけ、はい、っていう論文で、デュシャーニュのマルクス、 マルクス、ね、あるいは芸術家の2つの身体、あ、カントロビッチも交えつつという感じですねっていう論文で、あのさらにこの辺 その要するに生成時っていうのをさらに今度資本の運動と交差させて論じていくっていうことをやっていって、まあ、その中でそのアーティストとはどういう身体性を持っているのかとかっていう、これはなんかあの本当に例えばあのその後ね、まあ、現在だとポップアートとかにも通じるあの問題系ですので、まあ、そこをまああの掴んでやっていくと、まあ、あのいいんじゃないかなっていう感じはします。まあ、まあ、どれぐらい拡散していってるかっていうことを、まあ、手っ取り早く知るためにはこの、うん、今日文献紹介ちゃうんであれなんですけれども、思想の去年2月号ですね。あのただしこれもあの高いです。あ、もう絶版になって中古で買うと、僕は定価で買ったんですけど2500円定価ですね、今もうちょっと7、8000ぐらい、高っ。あの数ヶ月前に確認したらそんな感じでした。思想2013年、ね、ナンバー1066、来るべき政権力論のために、まあ、政権力、政権、政政治と一緒ですからね、はい、ここだとその本当になんか人類学の人とか、あのその他いろいろですね、先ほどちょっと言ったエスポジトっていうエスポジトの名前が上がってますね。あ、はいはいはい、あ、そこでエスポジトが出てくるんですね。まあ、あの本当になんか人類学とか何とか学とか、はい、あの精神医学とか、ともまあ絡んでいって、だからこれ を読むと、これとまあその先ほどの表彰出ることを読むと、あの現代 その生成時におけるその全体像っていう、いうのがまあ割と分かりやすく提示されているとは思いますので、おすすめです。エスポジトは僕もちょろっとしかネットでしか見てないですけど、ちょっとですけど結局、まあ、なんかランシェルと似てるかなっていうか、生きると政治が別々、フーコーとかアガンベンは別々のとこから発生してる正反考えだけど、は
はい、あのまあ、あの切れてるかもしれないのでちょっともう一回言っときますと、民族同じ表彰ゼロ後の、中である論文でハル・フォスターが書いている、民族史家としての、アーティスト、エスノグラファーとしてのアーティストですね。これはまあそれぞれその、アーティストがあの、まあ、いろんな地域を調べに行ってドキュメンテーションして、なんか民族史家、人類学者とかそういうものの真似事みたいになってるんじゃないかって、まあ、批判的にそういう取り組みを、捉えた文章なんで、まあ、あのボリス・グロイスの生成時期代の裏表として読むと非常に補完されていいんじゃないかっていう話でした。はい、じゃあ杉村さん、はい、まあ、いやでも3本に分かれたのは痛い。お前らちゃんと最後まで言ってたよな。あともうほんの5分も最後で止まって、まあいいや、はい、でまあ結局さ、はい、まあ、さっき美術館の話をしてたけれども、はい、もう多分またまあいいかもう言っちゃうけど、はい、もう知らんけどあの結局ここら辺の議論っていうのは、はい、その美術館が前提でもあって、はい、それをまあ踏まえないといけないというところもあるし、日本って確かその美術館の制度なり立場っていうのを、はい、あの最近さ、はい、そのドキュメンテーションっていうとそれこそ政治的な動機による芸術行為なわけやんか、はい、だから最近そのある某美術館であの政治的なある作品が撤去されるということが起きて、うん、もう何かそのグロイスが言う前の段階の部分で本当そうなんですよね、なんとかせなあかんのんちゃうみたいな、本当グロイスとか言うんじゃなくてみたいな、また生成時以前の話になっちゃってるんで、そうそう、確かに結局美術館はさ近代化の始めみたいな、うん、口当たりのいいある意味こう表現の多様性であるとかさ、うん、もうどんな美術館でも言うけど、だ本来多様性っていうのはあのいいものも悪いものも、うん、あの不都合なものも全て提示することによって多様性っていうような言葉は使えるのであって、うんうん、もう自分の都合のいい、作品表現だけをもうバラバラと並べただけで多様性ってちゃんちゃらおかしいわけよね、うんうんうん、だからそれこそあの体張ってさ、うん、勝負してんのっていう話にもなるし、うん、まあそれ単なる愚痴になってくるんだけどだから結局その部分でね、うんうん、まあなんとか本当はしないといけないのかなと、うん、まあそうですね、現場はね、あんまりもうちょっとなんか救いのな救いのないような話になってきてしまってるんで、もうやめるけどまあそうですね、じゃあちょっと僕の方からまとめで、そのまあボリス・グロイスがそのアートドキュメンテーションを使いながら、まあ、生成時みたいなことを話していく中で、まあ説話的なかならという語りによってその自分たちの、歴史とか生きるっていうことをもう一回再確認、まあ、再提示っていうかな、再生産するみたいなことになが、まあ、最後出てきたと思うんですね。で、まあ、インスタレーションで、まあ、モナリザの作品しかインスタレーションでちょっと出してなかったんで出し忘れがあったので出しとくと、これコロンビアの、作品でちょっとアーティスト名がドリス・サレッチコかな、サルセドさんかね、あの椅子をね、路上にものすごくこう積みたくさん積み上げた、まあ、バリケード封鎖してるのか何なのかちょっとわからないですけど、うん、フランス革命の印象する印象フランス革命、ね、うん、こういうふうに、まあ、サイトスペシフィックインスタレーションというのは場所に関わることである一つの、語りの価値とかね、条件付けみたいなのすることで、まあ、今ここ性みたいなのを呼び覚ますことができる。でこれをまあそのドキュメンテーションとして捉えることもできる、うん、それはまあスパイラルジェッティね、あのからもまあ来てるっちゃ来てますよね、ポストモダン。でもこれだけのすごい政治的な意味合いも生まれてる印象とかがあるもんね、うん、コロンビアでこれやるっていうのは ね、うん、だから暴力的やんか、うん、ある意味 ね、そういう部分で、ね、なんちゃらカルテルがとかっていう話になっちゃいますもんね、うん、あのどっか行くときにどうしても、うん、いやコロンビアってあるじゃないですか、うん、あのなんたらカルテルがすごいあの麻薬取引とかしてましたね。で一時ね、あの悪い子で有名でしたけれども。そうですね。うん、でまあ
あの全然違うんです。これはインスタレーションじゃないんですけど、コスースの同じ椅子を扱った作品でも、まあ、実物の椅子、写真の椅子、辞書の椅子みたいなのもあって、まあ、要するにこれも言った記録は記録ですよね。文字の記録、写真の記録、実物、今ここせを担保した記録みたいな、まあ、ドキュメンテーションやるときにこういう、まあ、コスース的なアプローチと、まあ、コロンビアのドリスみたいなアプローチも、まあ、考えながらその、上書きの仕方を、まあ、僕たちはこう身につけていけばいいんじゃないかなと思いました。で最後グロイスの文章ですね。123ページにあるので終わりたいと思います。オリジナルでありアウラを有するということは今や生きていることと同じ意味である。しかし、生きるとは、生あるものがそれ自体のうちに所有しているようなものではない。そうではなくむしろ生きるとはこの生あるものが一つの生のコンテクストに文脈に一つの生の存続と一つの生の空間のうちに自らを書き込むことなのだ。ブロイスさんは言ってました。じゃあボリス・グロイスなんとか読めたでしょうか。今日濃かったな。濃かったですね。ちょっとでもいい話したけどな。したけど急ねもう後半あるとは思えない。これいい勉強になったんで。よかった。バイーン。バイーン。せっかくいい感じで終わりと思ったのに。やった。バイーン。やった。これこそみんな聞いてほしい感じ。聞いてほしいですね。なんとか YouTube で一本でまとめますんで。いい感じで。はい。話進める。アタシカさんもちょっとしんどい。いつもいつもなんかアタシカさん来てもらうときはこういう濃い濃い話で。だって濃い話できる人が少ないから、ね。どうしても頼ってしまうんでね。本当助かりました。うちらだけやったらダルダルなってな。もうずっと半分後半馬の話で。ありがとうございました。杉村さんもありがとうございます。平川さんもありがとうございます。じゃあまた後半お会いしましょう。さよなら。